まあ、メダルに手が届かないとしてももう自分の持ってる持ち味を十分に生かして演技してほしいですね。大メダル何も頑張ってほしいものであります。一番得意種目です。場内に曲が流れます。この1本目のシリーズがこの選手の見せ場ですね、はい、テンポ宙返りからムーンサルトですね。決まりましたね、はい。まあ、先週の全日本の種目別の第2位ですね、はいはい、小菅選手に続いてですから、やはりタンブリングの強さですとか、まあ、演技全体はまあ日本のトップに入るということですね。なるほど、非常にいいタンブリングを見せております。第2シリーズが終わりました。あとは日本の選手もかなり国際的には技術が近づいてきているんですけれども、やはり技全体の質ですとか、はい、あるいは着地の安定性というところではやはりもう少し頑張ってほしいなという気がしますね。なるほどね。やっぱり当人もあの着地ということをね非常に気にしてましたですね、はい、やはりどうしてもまだ技をやるっていう段階であって、それをきちんと着地まで止めるという段階じゃないんですね。なるほど、まあ、そこまで行って初めて国際に金達するんだと思います。はい、しかし彼女は言ってましたよ、この試合が目標だと、この試合で上位に入ることが目標だと言ってましたけども、出来はいかがですか。そうですね、昨日2本目のタンブリングシリーズで後ろに少し走ってしまったような着地だったんですけれども、はい、今日は少しうまくまとめましたね。あ、そうですか、はい、最後も、はい、まあ、ピシッと止まりましたので、まあ、あとは小さい細かな姿勢決定でしょうね。はい、そうですね、まあ、彼女自身としてはもう精一杯の演技ですね。そうですね、はい、はい、やはりスローで見ますと足の割れ、うん、あるいはつま先までしっかり伸びてないというのが見えてしまいますので、はい、これは最後の部分ですね、はい、やはりつま先まで伸びてほしいですね。うん、なるほどね、まあ、それでもよく頑張りました。そうですね、日体大2年生、はい、19歳の凪美恵選手であります。さあ今度は注目のミロソビッチが